者は巨人の力を持つ者だった。彼が何者なのかはわからないが、目的はレイスケが持つある力を奪うこと。グリシャが求めるその力とは、フリーダの中に宿る巨人の力だった。フリーダの巨人は全ての巨人の頂点に立つ存在、いわば無敵の力を持つ巨人だった。だがそれを使いこなすにはまだ経験が足りなかったようだ。フリーダは進化を発揮することなくグリシャに食われ、力は奪われてしまった。その上彼は我々一家に襲いかかった。レイスケを根絶やしにするためだ。14歳のディルクと12歳のエーベルを叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えた妻ごと踏みつけ、最後は長男のウルクリンを握りつぶした。くしくもその場から生き残ったのは私だけだった。そんな、お姉さんがどうしてそんなひどいことができるの。